はい、どうも、エテポンゲです。今回はね、iPhone、iPhone、iPad などの、Android、ね、スマートフォンの、あのね、画面をパソコンに映すっていうね、アプリを、ダウンロードしたいと思います。今回、ダウンロードするのは、リフレクターですね。リフレクターっていうアプリ、機能なのかな、なんで、まず最初にね、このリフレクター APP で検索してください。するとね、こうやって、この一番上に出てくる、ここですね。これをクリック。じゃあ、こういうリフレクターというね、サイトに飛びます。はい。和訳します。よし。基本的にはね、この製品は、10分間、無料で、一応使えるみたいなんですが、10分間っていう規制がかかってるのかな。で、10分間終えると止まってしまって、再起動することによってね、PC をね、再起動することによって、もう一回、何度でも10分間の利用ができるみたいですね。まあ、とにかくね、何はともあれやってみましょう。そしてまずは、サポート、サポートをクリックしてください。すると、こういう画面が出るんですが、ちょっと待って、サポート、はい、ちょっと待ってね。まずね、サポートをしてもらって、この反射鏡ってのを押せばいいのかな。そして、サブカテゴリー。これでいいかな。Windows アプリケーション。はい。Windows アプリケーション。違うか。あ、こっちかな。こっちだな。一緒じゃん。一緒じゃん。Windows 版のね、あ、これでいいのかな。はい、リフレクターを試すと、リフレクターを試すっていうね、ボタンをクリックすると、リフレクターのフル機能と、かなされた7日間のトライアルをお試しくださいと。あ、これは一緒なんかな。エアサーバーと一緒なの。エアサーバーちょっと無理だったから。これ、Windows 60、7日間の無料トライアル。はい。これでね、64ビット版のエアサーバー、インストールしております。よし。ダウンロードだな。ダウンロードしております。お役。
これで、とりあえずいいかな。これで一旦閉じまして、これゴミだ、ゴミ箱っぽい。で、先ほどダウンロードしたリフレクターのこれかな、これをインストールしましょう。はい、実行しております。うんね、でちょっと英語でよく分からないので IIHCFIXTESTMENTINTHERIGESAGREEMENT トンインソール。オッケー、今頑張ってくれてんのかな。動きませんが、動きま、ああよかったよかった。これで、インストールを許可。はい、あ、これで開始しておりますね今。うん、リフレクター、うん、またエアサーバーとはちょっと違うのかな。うん、ちょっと携帯うるさいな。これで、リフレクターの、インストールが完了いたしました。うん。で、スタートメニューから、リフレクター。フリーフォーセブンデイズ。ね、トライリフレクター。あれ